こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて5月のイベントのお知らせが公開されましたのでそちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速本題に入っていくんですがこちらですね5月のイベントのお知らせっていうことで今回ね情報が出ていましてハンターの皆さん 5月のイベントスケジュールをお知らせします。乱入獣林凶暴流イベントが引き続き開催されるほか、ジンオーガがフィールドに初登場するイベントや、そのイベントに向けた氷属性強化クエストなどが開催予定ですっていうことでね、今回情報が出ていまして、まずは来週からね、スタートするんですが、乱入獣林凶暴流イベントですね。こちらは期間は来週の月曜日の朝9時から5月6日月曜日の23時59分までが期間となっております。 で不安定エリアの発生率が増加しイビルジョーに遭遇しやすくなるイベントが開催中ですっていうことでまあ、こちらね書いてあるんですけどもまあ、一応ねこちらのイビルジョーイベントに関しては他にも出現密度の増加ですね押してくれますのでマップ上に湧くモンスターの数っていうのが増えるようになっていますなのでまあ、それに伴っておそらくなんですがイビルジョーの発生率っていうのは変わらないって発表されているんですけども1エリアで狩れるイビルジョーの数っていうのは増えるかなと思っていますまあ、そもそもイビルジョーのね中 抽選を受けるることができるドスジャグラスとかクルル役とかプケプケのマップに配置される数っていうのが増えるので、まあ、その分イビルジョーが増えることによって分母も分子も増えるから発生率が変わらないっていうだけで1エリアで枯れるイビルジョーの数は増えるんじゃないかなとは 個人的には思ってますます、あ、これはね、ただ実装されてみないとわからないので何とも言えないんですけども、一応ね、出現密度の増加と、不安定エリアがね、確率アップしますよっていうものと、あとは課金パックがね、販売されるっていうのが大きな目玉のイベントかなと思います。で、続きましてこちらですね、まあ、毎月恒例のクアリリからのスペシャルクエストも今月もね、開催されまして、こちらは期間が火曜日からですね、珍しいですね、5月7日火曜日の朝9時から5月12日日曜日の23時59分までがイベント イベント期間となっていますのでイビルジョイイベントをですねが終わった次の日から開催されますえ期間限定のクエストが配信されます報酬として最終素材や全員を獲得することができますまた一番最後のクエストまでクリアすると今回は龍玉の欠片を配ってくれるクアリティイベントみたいですねということで発表が来ていますね で次にそれが終わると、ジンオ殿ガに備えよう氷属性強化クエストっていうものが開始されまして、これは期間が5月13日月曜日の朝9時から5月19日日曜日の23時59分までとなっています。で内容に関してはこちらですね、このイベントよりベリオロスが大連続資料に再登場します。 また、レイギーエナの出現率が増加するほか、氷属性のベリオロス、レイギーエナ討伐時の基本報酬が増加しますっていうことで、まあ今回ね、あくまでベリオロスはマップにね、出現するわけじゃなくて、大連続資料に設置されるみたいですね。で、レイギーエナが出現率が上がって、まあ、さらに基本報酬が増加しますっていうことなので、まあこの基本報酬の増加に関しては、前回の雷属性強化イベントと一緒であれば1.5倍ですね、してくれるんじゃないかなとは思っています。で、翌週のイベントでの人王 が討伐に向け氷属性の装備を強化しましまょうで、次に注意事項なんですが、これはね、嬉しいポイントですね。ベリオロスは、このイベント以降、恒常的に大連続資料に登場しますっていうことなので、まあ、これからはね、ずっと大連続資料にはベリオロスは出てくれるみたいですね。で、ベリオロスのフィールド上の登場はございませんっていうことで、あくまでね、大連続でしか枯れないっていうのは注意をしていただければと思います。で、これに関しては、基本報酬がね、1.5倍化されるっていうのと、今回からアップデートでね、追加 されたマルチの報酬枠が1個追加されるっていうのも適用されるはずなので大連続資料でベリオロスを買った時は報酬がまず1.5倍化されてさらに遠隔マルチがねできるのでマルチの補正の1枠もね追加でもらえてさらに V 破壊も今回めちゃくちゃねやりやすくなっているので、まあ、ベリオロスの素材回収はね大連続限定とはいえ比較的ねやりやすくなってくるんじゃないかなとは思っていますで次にイベントがこちらですね脳×雷漏流っていうことで、まあ、陣王がイベントが開催されます こちらは5月20日の月曜日の朝9時から5月26日の日曜日の23時59分まで、まあ、1週間の、ね、開催となりましてついにフィールド上にジーンオ王ガが初登場するイベントが開催されます。 また一番最後のクエストまでクリアすると流玉のフケラが入手できるなどの期間限定クエストも配信予定ですっていうことなので5月に関してはクアリリでも流玉を配りますしさらに人王がイベントでも流玉のフケラを配ってくれるっていう感じになっていますねまあこれに関してはね結構フィールドで人王がを借りたいっていう声も多かったので、まあ、特にね無課金で大連続資料チケットをそんなに使えないっていう方は今回ね人王がを借るチャンスなんじゃないかなとは 思います、まあ、ただ、出現率のね、増加っていうのが特に書いてないので、もしかしたら、ちょっと低確率みたいな感じの出現の仕方になる可能性もね、あるかなとは思ってます。まあ、これはね、詳細が発表されてみないとわからないんですけども、まあ、どれぐらいの出現率で出てくるのかっていうのは注目ですね。であとは、もっと一狩り行こうぜイベントっていうことで、5月27日月曜日の朝9時から、6月5日水曜日の23時59分までなんですが、期間中にグループハントすることで報酬がお得になるイベントが開催されます。 期間限定のクエストも配信予定ですっていうことで、これはね、詳細は特に公開されていないんですけど、マルチをね、やればやるだけ報酬がもらえますよっていうイベントもやってくるみたいですね。まあ、ただ、これに関しては、田舎でね、プレイしている人は大連続資料はマルチができると思うんですけども、通常の狩りでね、マルチをするっていうのが難しいので、 まあどういう風になるかっていうのはちょっとわからないんですけども、あまりね、ちょっと回数が多すぎると大連続資料だけで補うのが大変なので、まあここもイベントの内容は注目かなとは思っています。であとはその他のアップデート注意事項ですね、えー。シーズン1の終了日っていうのが公開されていまして、シーズン1ストーリー集計作乱入者のストーリークエストの終了は 6月12日水曜日頃を予定しておりますっていうことなので、まあ、ここでね、今回のシーズンは終わるみたいですね。なので、逆に言うと、まあ、6月13日あたりから次のね、大型アップデートが来るんじゃないかなとは思っています。で詳細は後日お伝えします。また、シーズン1のシーズンパスプレミアムプランの販売は、シーズン自体の終了より早めに終了予定ですっていうことなので、まあ、プレミアムプラン買おうと思ってる方は、ちょっと早めにね、買ってくださいねっていうのと、近日中にアプリ内で販売期間が表示され されるよううになりますっていあとはシーズンティアポイントをね変えるようにしましたよっていう告知も来ていましてシーズンティアポイントをジェムで獲得できるようになりました詳細はアプリ内シーズンパスにて確認してくださいっていうことで、まあ、これに関しては ティアレベルが100以下の方ですね、だけが購入することができるようになっていまして、一応100ジェムで350ポイントですね。まあティアレベル1レベル分を買うことができて、まあ一応まとめ買いでね、3500ジェムで10レベル分買うことができるっていう感じのえ販売額の設定になっていますね。っていうのも一応売られてますよっていうのが告知されています。 っていうのでまあ、あとはね注意事項が書いてあって終わりって感じになるんですけどもいやクシャルダオラ来なかったですね個人的には5月にクシャルダオラ6月でね海流史系の大型アップデートだと思ってたんですけども、えー、5月にねクシャルダオラが来ないってなると、まあ、6月にねクシャルダオラが来るのかなとは思いますい正直ね4月も5月も復刻関係のイベントというか、まあ、新モンスターの追加がないのはね個人的にはちょっと残念だなと思います 思うんですけども、まあ、とりあえず来週から開催されるイビルジーイベント遊んで、まあ、他もね、イベントが公開されてみれば結構暑かったりする可能性もあるので、そこはね、期待をしておこうかなと思います。まあ、個人的にはね、クシャルダオラが来なかったのが、まあ、残念だなとは思います。で、ま、あこれもしかしたらなんですけども、6月にね、クシャルダオラを持ってきて、5月をね、結構こういった復刻系というか、まあ、比較的やることがない月になってくると思うんですけど、まあ、こういった感じのね、設定をした裏として、 もしかしたら5月にマカレンキンとかそういったね、新しいシステムをアップデートで実装して、まあ、クシャルダウロの準備期間にしてほしいみたいなこともね、まあもちろん考えられはするので、そのあたりとかね、追加のアップデートっていうのも、最近もね、急に遠隔マルチが来たりとか、いろいろね、やってくれているので、期待はね、しておこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからももうンンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ